どうした？あの施設はジェフティの人工知能、つまり私が作られた場所です。現状特に必要性は感じませんが、何かあった時は立ち寄ってみましょう。わかった。エーダの故郷か。その表現は適切ではありません。私を擬人化しても意味がありません。わかったよ。前方より高エネルギー反応を確認。遅いぞ。戦闘行為に影響はありません。キャプターサイクです。ご希望である13の異なる明瞭な領域のベルトです。エーダ、何を言ってる。優勢輸送指数を減らす 50%。楽に倒せるって、あのでかいやつをか。その通りです。あなたの非論理的な行動に一体を危機に陥れているのです。ジェフティンは駆動原理に発見する。もういい。くそ、どうしちゃったんだ。ねえレオ。なんだ。さっき敵の機体を動かしてたでしょ。ああ。あの時そこのモニターに変なメッセージが流れてたの。レオは戦っていたから気づかなかったでしょうけど。ちょっと待って、確認してみる。なんだこれは。まさかウイルスに感染。しまった、さっきのプログラムウイルスに感染してたのか。どうするの。わからない。そうだ、エーダを作ってた研究所が近くにあるって言ってたな。そこに行けばワクチンプログラムのようなものがあるかもしれない。レオ、行きましょう。ここがエーダの故郷。ここならローカルサーバーはありそうだぞ。そうね、エイダさん治るといいわね。プログラムを取得しました。エイダシステムのリカバリングを開始します。治るのか。リカバリングを終了しました。ジェフティのコントロールを再開します。エーダ、何でしょう。もう正常に戻ったのか。自分が正常かどうかを規定するのは困難ですが、先ほどのウイルスコードの影響がなくなったかということであればイエスです。助かったか。すでに該当の機能モジュールは消去しました。いろいろご迷惑をおかけしました。今なんて。繰り返します。いろいろご迷惑をおかけしました。ああ。ミッションを継続します。先ほどの大型オービタルフレームとの戦闘分析結果を報告します。現状のところ、ターゲットが放つエネルギー兵器に対する有効な防御法は存在しません。何らかの目処が立つまで、先ほどのオービタルフレームには近づかないことをお勧めします。何か方法は？とにかくジェフティはミニマムセット以外のシステムプログラムが何もインストールされていないのが現状です。何か該当する機能モジュールがあるかもしれません。まだ取得していない機能モジュールを探しましょう。 D07 区画より SOS 信号を確認。敵ラプター部隊によるコロニーシャフト自体への攻撃が開始されています。コロニーシャフトが破壊された場合、コロニー自体への甚大な影響が懸念されます。なんてこと。レオ、早く助けに行かないと。 D07 区画をマーカーで示します。取得しました。デコイのデバイスドライバーを取得しました。デコイって電子的な意味で、一時的にジェフティの幻影を作り出す機能です。センサーを使用する多くの敵の攻撃を一時的に退けることができます。ということは、さっきの巨大な敵の攻撃も。確証はできませんが、対抗することができるかもしれません。よし、行ってみるか。
ひどいことをする。さあね、私を倒せばラプターは制御を失う。どうだ、戦うか。戦闘によるコロニーの避難増大中。上空の無人機をコントロールしていた模様です。じゃあこれでもうコロニーは少なくともこのエリアについては救われたことになります。まだ他に敵はいるって。そう考えるのが妥当です。今度は破壊しろって言わないのかい。言えば破壊するのですか。いや、今までの行動から人間の命を守ろうとするあなたの行動原理を理解はしています。非合理的な行動ですが仕方ありません。号より入電です。こちらアトランティス、レオ。うん、新たにその機体を引き渡してもらう相手と連絡がついたの。サンダーハート、私の仲間よ。つなぐわね。こちらサンダーハート、レオ、聞こえるか。はい。ん、なんだ、子供じゃないか。エレナ、本当にこいつに死んだアランの代わりが務まるんだな。そんなこと知らないよ。彼なら大丈夫よ。それでサンダー、状況は。ん、ああ、じゃあレオ、よく聞け。連中が押しかけてからアンティリアは非常事態宣言がなされて、宇宙港への全てのルートが閉鎖されてる。連中も血眼だし、普通には運び出さそうもない。そこでコロニー外観部と中心軸の宇宙港を結ぶ貨物用のリニアドライバーに機体ごと直接乗り込む。入り口は三陸部地下の倉庫エリアだ。レオ、なんとか自力でそこまで来てくれ。そんな、お前が今いるブロックの端にダムがあるはずだ。その地下がメタトロン排出用の倉庫エリアになる。そこで落ち合おう。まあいくらかドンパチはあるだろうが、多分それが一番安全なルートだと思う。ドンパチって、また戦うの？当たり前だ。お前が乗ってるそれは何のためのメガなんだ？僕はあんたたちとは違う。勝手に人殺しの仲間にしないでくれ。なんだと？僕はあんたに引き渡せって言われたから来ただけだ。早く取りに来てよ。もうたくさんだよ、こんなこと。レオ、エレナもあんたもおかしいよ。人が死ぬんだぞ。僕だってセルビスだって死んじゃうかもしれないんだぞ。そんなことは分かってる。分かってやしないさ。そんなことだからその仲間のアランって人だって死んだんだ。人が死んだってどうせ何とも思っちゃいないんだろ。当たり前のことだと思ってんだろ。いい加減にしねえか、このクソ坊主。アランはエレナの恋人だった。俺の一番の親友でもあった。
らしくないわけないだろう。お前がガキだろうが他人だろうが俺には関係ない。お前もどれだけ大事なことを託されているのかわからんだろう。だが今そいつを動かせるのはお前しかいないんだ。今俺は倉庫エリアの近くにいる。とにかくそこまで来てくれ。泣き言はその時聞いてやる。じゃあな。レオ、急にこんなことに巻き込まれて戸惑っていると思うけど、もう少しだけ協力してほしいの。お願い。行けばいいんだろう。え？搬出用の倉庫まで行けばいいんだろう。ありがとう。さっきは悪かったよ、アランって人のこと。気にしないで、覚悟はしてたことだから。それじゃ。前方の山頂が目的地のダムです。なんだ。山頂付近に飛行体のオービタルフレーム、過電粒子砲を搭載している模様です。このまま障害物のない空中からダムに接近することは自殺行為です。じゃあどうすれば。山の斜面に川状の用水路が設定されています。用水路の谷沿いに低空飛行して川上に向かう方法をおすすめします。用水路を川上に